マシンは日本のロックユニット。1999年にペニシリンの白栄とハイドウィズ・スプレッドビーバーの清史により結成された。所属事務所はユークリッド・エージェンシー。2002年に活動を休止したが2004年から再起動として活動を再開。1999年4月21日、アルバムキャプテンソニック・チューン、シングルヒーロー。 グラビティアタック3枚同時リリースでデビュー。日本武道館公演をソールドアウトさせ全国ツアーを展開する。2002年1月にアルバムサルベーション DQ を発表して活動を休止した。2004年8月26日、マシンの復活ライブが渋谷大イーストで開催された。11月21日に横浜ブリッツのコケラ落とし公演としてライブを行い。 11月25日には、再起動5発のシングル、レッドサンダンスをリリース。2005年4月、アルバム、スペルブをリリースし、6月から、全国ツアー、マシンツアーレゴラウド・オエスーパーブを開催。2008年7月4日、フランスで開催された、ジャパンエキスポ2008に出演。キヨシ、ジャパンエキスポ二千八より、レジャパンエキスポ二千八より、 なお、ジャパンエキスポ2008より、ありがとうございます。